はい、皆さんこんにちは。今日はね、ペイペイのですね、ポイント運用について、紹介したいと思ってます。はい、ペイペイで支払いをすると、その支払い額に応じてポイントがつきます。で、現金として蓄積するのではなくて、いろんな投資に運用できるんですね。で、このようにずっとこうやって、1万5000円で例のマイナンバーカードですね、健康保険とか、なんかね、入金口座とかを設定すると7500円で合わせて1万6000円ですね。あといろいろと、その度に毎日ペイペイを使ってます。で、運用状況の結果どうでしょうか。はい、1年以上使ってるんですが、マイナスです。最初調子良かったんですけど、最近ガクンと下がってますね。要するにね、まあ、最初ちょっと緩く残ってたんですけど、あれです、円安の影響ですね。はい、で、今まで最高の3倍、レバレッジ3倍の CFD に入れてたんですね、一番下に。で、レバレッジ等倍の S&P500 だと、プラスなんですね。しかもすごいプラス。で、レバレッジ効かせるとマイナスで、これが急に下がります。で、最近切り替えたのがガーファムですね、に入れてますが、ちょっとマイナススタートになってます。はい、今ね、Google、Amazon、Apple などがですね、 Facebook などがハイテク銘柄に入れてます。今後期待してる。今のところ 20% マイナスです。おすすめ銘柄って、まあ、この3つしかないんですけど、金もいいんじゃないかな。ドル高の時に金は安くなってるんで、これもなかなかチャンスだと思いますね。ただ、急にはね、よくならない。今年いっぱいはもしかしたら、ドル高、円安の状況なので、かけるんだったらスタンダードがいいのかなと思います。はい、ただ、なんか半導体のですね、生産が追いついてくれば、ガファも上がってきますんで、今、ガファに自動追加でガファに入れてますが、これに期待したいと思ってます。今のところめっちゃマイナスです。では以上です。